半負けの本家の半魔岩尾先生です。ですね、芸能人のビートたけしがね、前東大の先生をやったのは、私ね、半魔岩尾先生が紹介したんですね。私は大学の先生の資格を持ってるんですけども、大学でですね、勉強しまして、優秀な研究室の先生を担当したんですね、西牧研究のね。それをきっかけにね、大学の先生の資格を取ってるんですけども、20歳時代にね、資格を取ってですね。で、それはね、私の家では、小松製作所の取締役をやってた叔父ですね、こうちゃん、亡くなっちゃいましたけれども、叔父も東大卒で、大きい会社の取締役をやったんですね。それで、じいさんね、2回目の母のおじいさんと、私の本家のおじいさんを、隔離をやってまして、以前ね。で、総理大臣みたいな仕事やってまして、で、同じね、地位の仕事やってまして、やっぱり東京大学を卒業してまして、私の片方は防衛庁技術研究所の所長ですね。2回目の母のね、お父さんがもう亡くなっちゃいましたけども、それで私の本家の半魔家の本家のじいさんは帝国大学、もっと古いはあれですね、東京大学になる前ですね。で、その本家のじいさんは東大を作った一人でもあるんですね。東京大学というのを作った一人でもあるんです。で、そんなことで、芸能人のビートたけしが以前ね、よく、言われるんですね。というか、私が手を加えてるということをね、知っていただくために、私が紹介してね、彼に前、大学の先生、東京大学の大学の先生をやってもらったんです。というのは、私、他にな、その彼の芸能界のベンチャー的なね、動きっていうのは彼しかいなかったし、少し勉強になるということでね、お願いしたんです。そういうことで、他でもたくさん無数にあります。私がね、紹介して、偉い、仕事をね、やってもらったとかね。ターミネーターの、俳優、オーストラリアの人なんかも、芸能界やってて、映画作ってて、やってて、アメリカの知事なんかやってます。それも紹介してますね。で、東京知事も私がの顔で紹介してますし、途中から橋本総理になった時に延長をちょっとやったのは私のやっぱり紹介です。他にまだいなかったということでね、できる人がね。で、やっぱ私が紹介してます。他はたくさん、東京知事は15分ぐらい電話しましたよ。私、東京生まれなんでね、直接知事と話をしてました。そんなことでね、ビートたけしは、の前、東大の先生やってもらったのは私の紹介ということでね、知らない人が多いんで、お話しさせてもらいました。